ポーランドの味の素、サムスマック、ロスオストレ、スパイシーチキン、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は中太の扁平断面で、地方感が強く、歯ごたえはふかふかしており、ちょっと頼りないです。色は白くて、ラーメンらしい香りが全然しません。カップうどんの麺に近い印象です。スープは、丼の底の模様がわかる程度の透明度があります。基本は洋風のチキンコンソメ味です。醤油や魚醤の香りはしません。また、わずかにニンニクの香りがします。一方で、黒胡椒、白胡椒、唐辛子の刺激がかなり強いです。激辛というほどではありませんが、辛さがこの製品で一番の特徴です。旨味は抑制的で素朴な味です。どうもヨーロッパ人は過剰な旨味を好まないようです。